quite early in the morning. Hit me with that warning. こんにちは、ネイムです。YouTube 見ていただいてありがとうございます。今日はまたメイクアップビデオを撮っていこうと思うんですけれども、この間海外からメイクアイテムとかスキンケアアイテムを取り寄せたんですけど、それがこの間届いたので、それも使いながら今日メイクをやっていこうと思ってます。で、早速このミーナっていうブランド、皆さん知ってますか？これなんかスペインのブランドで、クルエルティフリーでパラベンフリーなんですね。人に合わないものとかもあるかもしれないんですけど、すごい気に入って、またなんかいろいろ買い足そうかなと思ってるんですけど、今日はこのブランドを使いながらメイクをしていこうと思っております。で、今日のメイクのテーマは、少し大人っぽいシアーなオレンジメイクをしていこうと思っております。昨日ヒーリングを少ししたので、肌が乾燥してるので、しっかりめに日焼け止めを塗っていきます。ファミュ使います。はい、日焼け止めはもう肌の状態によっていろいろ選んでます。結構しっとりするので、肌が今日乾燥してるなってなってる時はこちらを使う。結構デイリーに使ってるのはこのモイスティの日焼け止めを使うことが多いです。ソープの日焼け止めはもう冬すっごい乾燥をしてる時はイソップの日焼け止めを塗ることが多いですね。はい、今日そこまで赤みがそんなにめちゃくちゃ気にならない感じなので、このディオールのこのグリーンでちょっとだけ赤みがあるところを押さえていきます。まあ、いつも言ってるんですけど、ここの下のこのくすんでる部分にいつもと同じですナーズのコンシーラーを塗ります。はい、だいぶここのくすみが取れて均等になりました。このさっき紹介したミーナってブランドのこのフィニッシングパウダーっていうのがめちゃくちゃ私気に入って、なんかスーッとしてるフィニッシングパウダーなのですごい良かったです。これをこんな感じですね。透明なパウダーって感じです。これをさーっと、はい、次眉毛。今日ちょっとなんかオレンジメイクをやりたいので、キモ落ち眉毛も少しオレンジにしようかなと思いました。このミーナってブランドのチークをこれを使いたかったんですね。めちゃくちゃ可愛い色なので、ちょっと荒技なんですけど、このブラウンのパウダーに少しこのオレンジ味を混ぜて描いていこうと思います。オレンジとこの色を混ぜて使います。こんな感じでちょっとオレンジブラウンっぽくて可愛いですよね。これはイヴ・サンローランの腕です。マスカラはトーンの01番を使います。ボソボソってする感じが可愛いです。目に今日はあげました。でもまたさっき言ってたミーナっていうブランドのものなんです。ラメラバーなんですけど、ラメ市場を上位にランクインするぐらいめちゃくちゃ好きなラメの使用感でした。このアイホールにつけようかなと思います。まあ、いろんな使い方できそうで、こういうスポイトタイプになってるんですけど、ハイライトとかにも使えると思います。結構サラッとした液体で肌にスーッと
乗せられる感じです。なんかあんまりギドってしてなくて、サラッとしてます。見えるかな？粒子の細かいラメがすごい可愛くて、まぶたの下にもちょっとつけます。なんか繊細なラメって感じで、私結構ラメ史上かなり上位にランクインするラメです。この上からこの NARS のシングルアイシャドウ5214をやっていきます。結構ラフな感じでつけたいので、指でポンポンポンとつけていきます。動画で見るより目で見る方がラメの色がねすごいわかるんですよね。わかりづらい、動画難しいですね、今日はここにオレンジの色味を引こうと思っているので、アイラインを引かないでいこうと思います。グロシアのこのカラーペンシルをここに引きます。ビビットなオレンジを引いたらダメで、なんかちょっとこういう風にオレンジなんだけど少しくすんでるようなこういう色味のオレンジをここに引くと、なんかちょっとこう外人感が出ます。いつもだったらこれにオレンジのマスカラとかをして仕上げちゃうんですけど、ちょっと今日は大人寄りのオレンジをやりたかったんで、じゃん、これも同じブランドミーナのブルーブラック寄りのマスカラをしますと、ネイビーみたいな濃い深みのある色になります。で、ブルーブラックっぽい色わかります？こんな感じです。このオレンジとブルー寄りのブラックの色味がなんかすごい私すごい気に入って、先ほどこの眉毛にも使ったこのミーナのこの色味をチークに塗っていきます。この色めっちゃ可愛いんですよ。ちょっと丸じゃなく細長く塗っていきます。今日はこんな感じの色です。ちょっとこう細長く入れました。で、次にハイライトも海外のサイトで買ったイラマスカっていう、これイギリスのブランドです。イギリスのブランドで、このハイライターがめちゃくちゃ海外で人気らしくて、こんな感じです。オーロラに輝くハイライト、なんかこう見ただけで可愛いですよね。これを今日軽く使っていこうと思います。このここかな、ここと手で塗ると結構濃くがっちり光が出るんですけど、ブラシでこの辺とか塗るとそこまでめちゃくちゃラメ感が薄くなるので、ここは指でいいんですけど、ここは筆で塗ろうと思います。なるほど、筆で塗るとほんのりなんですよね。こんな感じです。ツヤとかハイライトですね。シアーな感じのハイライトです。今日のルリップが油分の上から塗ると割とはじけちゃうので、普通にこの薬用のリップを塗ります。リップがこのミーナっていうブランド使います。で、これはなんかこんな色です。かわいい、今日のチークにすごい合う色ですね。マットな感じじゃなくてシアーな感じなので、なんかそんなに
色がしっかり定着するってイメージじゃないので、周りの輪郭をこうやってぼかすイメージで塗ります。この上からパンプキンローズ、ペンティービューティーのパンプキンローズを塗りますね。でこれは全部っていうよりこの真ん中にトン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 、トントントンと塗っていきます。今日は大人っぽいシアーなオレンジメイクにしたかったので、リップもちょっと大人っぽい色味にしました。リップとチークの色味がすごいバランスよく合ってます。はい、こんな感じです。じゃあヘアをやっていこうと思います。いつも通りダビネスオーセンティックオイルをつけます。分け目を指でジグザグに取りまして、2つに後ろ気味で、後ろ気味でこの後ろの方で三つ編みをします。こっちも同じように後ろの方で前から見たら大人っぽい感じにしたかったので、ここら辺はあんま巻いたりせずナチュラルな感じのままでいこうと思います。ちょっとこここうやって耳かけても可愛いですね。と前から見たら大人っぽいシュッとした感じなのに、後ろは感じでちょっと変わったポコポコした髪型になってて可愛いです。こうやって引き出してね、ポコポコってしてあげてください。透明なゴム4本あればできるので、はい、というわけで今日もメイクアップビデオをやっていきました。今日はシアーなちょっと大人っぽいオレンジメイクをやっていきました。海外のサイトで買ったこのミーナっていうブランドを結構中心に使ってやったので、参考になれたら嬉しいです。またメイクアップビデオを撮っていきますので、よかったらぜひ見てください。今日もありがとうございました。バイバイ。Mends my broken habits, makes a fool of me. There's always a